ンネル。はい、で今回はですね、前回に引き続きセカンドストリートのお二人ゲストをお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画からご覧の方もいらっしゃると思うんで、はい、簡単に、はい、自己紹介お願いしてもいいですか。ご覧の皆様こんにちは。おで YouTuber をしておりますセカンドストリートの達也とゆうきでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイミングさ、僕ミスりました今。こっちがミスりました。私もう前へ前へなので、はい、で今回ですね、前回に引き続きなんですが、今回元ゲイバーテインダーのお二人に、ゲイバー時代に培ったコミュニケーションスキルや好印象を持ってもらう方法などについてご指導いただくと。ご指導するんですね。就活生がたくさん、なるほど、面接で高評価されたりとか、よく見られたい方が多いと。なるほどなるほど、はい、前提としてそのゲイバーとか行くとすごい思うんですけど、お店もで働いてるっていうのももちろんあるんでしょうけど、めちゃくちゃコミュ力高いというか、その相手があんま不快にならないラインを絶対超えないというか、不快になるラインを超えずにでもこういじりつつ周りを見てみたいなところがめちゃくちゃ長けてる方が多い印象なんですよね。普段何を考えて何を意識して、まあ何人かで飲んでる時とか、そうですよ、飲み会とか飲みの場での立ち回りが一番多分お得意な気がするので、ね、なるほど、はい、対 N のなるほどですけど、それをじゃあ何か、はい、あの質問に答えていけばいいということですね。そうですね、はい、分かりました、任せてください。まずその前段階情報なんですけど、どれぐらいの期間こう勤められてたんですか。はい、僕は正直言うとそんなに働いてないくって、自分は1年しか働いてないと思うんですけども、うちのママは2年働いてるって言い張るんですけども2年ぐらいと気を歪んでるんです。ただ変な話、あのちょくちょくなんかレギュラーでは多分1年から多分2年ぐらいだと思うんですけど、うんうんうん、お手伝いでちょっとちょくちょく働いたりとかすることもあったりとかしたので、 あれですけど、そんな言うてもないですよ、うんうんうん、僕は5年は働いてるかな、結構ベテランなんですね。いろいろ教えていただけたということで、はい、お客さんに楽しんでいただくためにこうコミュニケーション上で気をつけられていることとかポイント何かありますか。不快にさせないまあそれはね、それはもちろんなんですけど楽しんでもらうためにどうなんでしょうね。あっちはお客様は逆に会いに来てくださるから、うん、もちろん初対面の人とかは新規の方もいらっしゃるんですけど、ね、新規の方はやっぱり皆様ゲイバーでやりがち、新人の人たちはねやりがちだけど、すごい慣れ慣れしくタメ語を使ったりとかっていうのはちょっとあんまり良くないんじゃないですかみたいなのがありますけれども、うんうん、新人のゲイの方が入ってきたら、はい、その人たちになんかどういうことを教えたりするんですか、うん、最初からうまくできるってわけでもないですよね。そうですね、そんな方は多分いらっしゃらないんじゃないですかね、うんうん、やっぱりあの塵も積もれば山となるじゃないでしょうかでもなんかトークスキルってなんかぶっちゃけなんかここ気をつけてね、こういう会話はあんまりしたらダメだよみたいなことは、うんうん、明確なことは教えるけど、うん、多分中身って向こうがなんて返してくるかもわからないので、はい、これに対してこうしてねっていうなんか明白な答えってないじゃないですか、うん、なんで新人さんには僕はもう全部リアクションだけでも大きくしろみたいな、例えばなんか向こうがちょっとでもこれは面白いと思って話す内容だったらめっちゃ笑えみたいな、あ、なるほど、めっちゃ笑わなくてもいいけど、笑なんかめっちゃ笑ったらなんか逆にえそんなにってなるんで、いい具合のあれですけど笑顔でいるとか、うん、それに対して全部ちゃんとうなずくとか見える範囲のやつは言いますね。なるほど、うん、僕もそれは前の自分が働いてた時のママにも言われてたので、うん、なんか僕その何人かで行った時にそのこの人はこういう人だって見抜くのすごい早いなと思ったんですよね、うん、そういうなんか見抜くのってなんでやっぱどっちの気持ちも分かるからとかってあるんですかね。でもね結構そこは爆発じゃないですか、うん、ですね、あのね、そうだと思う私も、うん、プラス多分自分自身もなんか性格変えて働いてる人が多いと思うんですよ、オンとオフみたいな、うん、なんか普段はネクラなのに営業中は上げてるからちょっとだからネクラの気持ちも分かるから、うん、この人、うん、多分ちょっと静かにしてるけど蓋開けたら多分騒いでくれるんだろうなとか、はいはい、自分の性格にちょっとなんか似てるんだろうなっていうのが分かるかもしれないですよね、うん、なるほどですね、うん、ずっとオンの人もいるんですけど、うん、はい、ずっとオンの人はまあずっとオンの気持ちが分かるし結構なんか そういう人多いイメージ、言ってるけど、うん、結構それ言われたりとかしますけど多分そこまでみんな考えてないと思う、うんうん、素なんですね、素で多分やっちゃってるから、うん、なんか何をどうしろとかは多分ないのかもしれないよね、うんうんうん、もちろんだから合う合わないあるんですよ、うん、お店こうやってやっててでだからスタッフが何人かいて、うん、一緒に働いてる人がいるんで僕が例えば着いた時に、うん、あの僕じゃ合わない
ないなっていうお客様もいらっしゃるんですよ。なんでその時は買えるし、キャバクラとかと違って指名制じゃないのでゲイバーって、なんでお客さんがまあついてよみたいなのはあるんですけど、確実にその人がつけれるっていうわけでもないので、そこはちょっとこう様子を見ながら、この人に会った人を店のママがアテンドをしてあげた方が多分やりやすいのかなと思います。下ネタとかをすごい鉄板ネタたくさん持ってるイメージなんですけど。そうですね、それはバカズなんですかね。そうですよ、そうですね、でも下ネタって多分あんまり嫌な人いないじゃないですか、笑わない人って酒の席ですしね。確かにフリートークのバカズを踏んでリアクションを大きくしろというところですかね。バカズを踏むやでも一番ハードル高い。確かにそうだよね、初めからだもんね。でも一番もしかしたら簡単なのは相手に興味を持つこととかっていうのがやっぱり一番大事だったりとかしますよね。相手のことを知ろうとするという、知ってもらうためにはやっぱり相手のことも知らなきゃいけないですし、やっぱり僕も2丁目とかではやっぱりお客様に興味を持てとやっぱり言われましたね。なるほど。私はたまに遊びに行くお店のママは恋人だと思えって言ってましたね、その間は。なんてぐらいちょっと興味を持てるぐらいだから恋人だと思うぐらい興味持ちなさいみたいな。今度逆に、いろんなお客さんで、サラリーマンの人来たと思うんですけど、はい、なんか出世するやつしないやつ、してるやつしてないやつ、出世するやつはするよ。それはそうなんですけどね。飲みの場でどう違うんですか、立ち居振る舞いとか。イメージだけでも全然、こいつ多分ずっと平だろうなって思うやつとか。欧米なやつは絶対出世しない、だからよくノンケの方が来られて一番言われるセリフが、さっきの前のやつでも言ったんですけど、この中で誰が一番いけるって言い始めるやつ多分出世しない。そうだ、なるほどなるほど。だからシンプルに空気読めてないというか、相手の気持ち分かってない発言を公にしてしまうと、一人で言うんじゃなくて公にしちゃうと、もうなんかそういう空気になって気まずくなっちゃうことを想定できないコミュ力の低さが出世につながらないだろうなと。でもそんなこと言ったら、だってどうやって出世したんですか、二方は。確かに。真面目に仕事をし続けると。何よ、何よ。何かあるでしょうよ。NG 発言を出現とかしちゃう人はやっぱ基本的には、その場で出現する人っていうのは多分至る所で出現を実はしてて、顕在化してないだけみたいな説はありますよね。周り見れてない感がありますもんね。じゃあゲイバーでの経験が今に生きていること、なんか仕事する上で、なんだろう、なんかさ、言うのが恥ずかしくなっちゃってさ、何みたいになるじゃん。言えない、なんかあんたテープがテープ喋ってたよ。じゃあこれは自分のことじゃなくて、だってこのこうした方がいいんじゃないの、こうじゃないの話だから。経験が今に生きてること、何でも生きてます。なんだろうな、やっぱり初めましての人と喋るということが常に起きたりとかするので、そういう人見知りと言いますか、ここぞという時にシャンパンをやっぱり抜いたりとかしなきゃいけなかったりとかするので、ここぞという対応力、そして笑顔、そして声のハキハキさ、頭の回転なんだりとか、あとやっぱり人に見られるっていうことを意識すると言いますか、っていうのは本当にいろいろ学ばさせていただきたい、いただいたなって、何泣きそうな感じ。みんなてんてんてんだったよね、泣きそうな時。でも人にどう見られてるかっていうのをある意味水商売とかって気にしたりとかしてたので、見なりでしたりとか、あと相手がどういう風にこれを言ったら相手はどういう風に受け取るんだろうとか、いろいろそういうものは先輩ママたちからやっぱり、先輩とかからやっぱり教わったりとか、ここはいいけどここはダメみたいなとかは、実際お客さんから怒られることもありましたしね。ちなみにどんなことで怒られるんですか。やっぱお酒の場なのであるし、多分ゲイバーってやり方によりますけど、なんていうのかな、下ネタも盛り上がるけど、プラス多分ディスりも盛り上がるんですよ、面白いディスり、客いじりみたいな、いじりとか、例えば同業の中でいじったりとかも盛り上がるんですけど、それの度が過ぎるいじりをしてしまった時とか、若い頃とかは特にちょっと違う、はまんなかった、あ、これガチなやつかみたいな、あ、これガチで言っちゃいけないやつだったんだみたいな。そうなんだ。あ、それ気にしてたんだ。上司だったりとか先輩をうまくいじれる人ってやっぱ強いじゃないですか、その人のラインを見極めながら。そう、どうやって見極めてるんですか。見極めてるというか、僕の場合だと多分上の人だと、とかお客さんだと、下とかはあんまり気にしてないんですけど、上の人とかだとディスるんですけど、多分共感できるディスるというか、自分もこうなんだよねって言えるディスりをするというか、
なるほど。公言できるやつとできないガチのやつを分けて、公言できる方だけいじっていってことですね。いじってて、はい、それお前もじゃんって言えるようなディスりしかしない、はいはい、そしたら向こうって不快じゃないですか、うん、こっちもお前もじゃんって言えるから、うん、はいはいはい、同じ土台に立てれるというか、うん、そうですね、やっぱり尊敬してディスるまあそうや、もちろんやっぱ尊敬は絶対持ってなきゃいけないですけれども、まあ、ディスるというよりかやっぱり距離感をどこでつかめるのかっていうのをすごい僕は気にしたりとか、あと僕は逆にあえて生意気に言ったりとかするので、そういうところで仲良くなってくれたらいいなって塩らしくなっちゃう最後毎回あとなんか毎回毎回こう、この人の場合とかそうですけど結構生意気に行くんですけど、普段が見えないところではちゃんとやってるから許されるというかずっと嫌なやつっているじゃないですか、はいはい、それはまあ嫌なやつじゃないですか、うん、でもたまにこう面白さで嫌なやつって可愛らしいじゃないですか、うん、なるほど。じゃあ最後30万人の登録者を獲得できたの、はい、秘訣というか確かに聞いてみたいです。これは皆様のおかげでございますこれでも私らも分かんない。30万人を獲得できたのはもう僕はもう一つしかないんですよね、うん、もうご縁だなと思ってますね。あ、そうですね、うん、でも確かに、うん、今の会社だったりとか、うん、マネージャーとのご縁もそうですし、うん、まあ、こことのご縁もそうですし、うん、あとまあうちのチャンネルはいろんな方が出てくださってるんですね、うん、おでんの方だったりとか、うん、ゲイの方だったりとか、まあ、いろんな業界のゲイの人たちが出てくださったりとかしてるので、まあ、そういうご縁を僕は大事に今はしてますね。確かにそれはあるね。研究とかされるんですか、伸びてるチャンネルはこうだからこういうコンテンツやろうとか、そういう戦略的なんじゃなくて本当にご縁っていう、そういう会議もします。あ、する必要は、そういうのももちろんするんですけど、真面目に真面目に真面目に考えたりとかするんですけど、まあ伸びねそうなんですよ、大変ですよね、何が当たるかどうか分からないですもんね、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ今回ゲイバーの接客からコミュニケーションスキルを学ぼうという回で撮らせていただきました、はい、お二方ありがとうございました。ありがとうございます。